岩田美川、日本の女子プロレスラー。仙台ガールズプロレスリング所属。身長160センチメートル、体重54キログラム。福岡県音楽郡音楽町出身。2015年6月28日、宮城野区文化センター大会で公開プロテストを受け、合格。7月12日、新潟市体育館にて、アジャコング戦で、デビュー、ラリアットで敗れる。 7月21日、宮城野区文化センターにて、仙台デビュー戦として、佐藤村芽子松本弘夫と組、レイ山形優浜田文子組と対戦、山形のジャストフェイスロックで敗れる。2016年8月10日発売、週刊プロレスにて、リングネームを募集。名前の読みは、ミカのままという条件付きであった。10月12日発売の同で、 白姫美,美、加納の、リングネームを発表。10月16日、仙台サンプラザホール大会で改名デビュー。1月9日、新宿大会にて、桃の美男ナミを相手に、タックで対戦し、自力初勝利。15日の宮城の区文化センターでは、桃のとシングルマッチを行いシングルでも初勝利。2018年2月22日、 宮城の区文化センター大会でダッシュ地サコに敗れた後、マット上で、リングネームの返上を宣言し、本名の岩田美香に戻ることになった。9月15日、西区民センターで、橋本千尋とのコンビで、カサンドラ宮城とハイジカトリーナが保持する、先代ガールズワールドタッグチームチャンピオンシップ、挑戦し勝利。第7代王者に輝くとともに、キャリアとして、初の王座大会となった。 2019年6月より、首の負傷のため長期欠場。2020年11月22日に1年後、か月ぶりに復帰し勝利。2021年6月13日、大田区総合体育館にて行われた、ガエアジャパン旗アげ25周年記念興行、ゲイ,イズムにおいてダッシュチサコ、橋本千尋と組、 ガエアジャパンの司法であるエシングル王座とエタッグ王座のエ王座と先場の司法である仙台ガールズワールドチャンピオンシップのシングルタッグの両王座をかけてマーベラスの桃の実をラ倉ン星月名と対戦。最後は橋本と桃の,の一騎打ちとなり橋本が桃のを下し仙台ガールズワールド王座を死守するとともにエ王座王座の権利を獲得した。 9月20日、宮城の区文化センターにて、哀梨とのコンビで、マーベラスの桃のび桜が、角倉凛が保持する、仙台ガールズワールドタッグチームチャンピオンシップに、挑戦し、岩田が桃のを下し勝利。第12代王者となり、他団体に流出していた、同王座の奪還に成功した。第7代、第12代、仙台ガールズワールドタッグチームチャンピオンシップ、ありがとうございます。